かかったので電気をつけてやり直し。ボリューム広さはそこまでないんですけど、窓がない部屋でした。机とテレビとコンセントはここに置きます。で、あとベッドと電話と、こちらがシャワー、バスタブがない。シャワーと、あとはアミニティがこれだけあって、洗面とあとトイレです。まあ、古いけどちょっとリフォームされた感じはあります。安いので仕方ないか。ミニバーが、冷蔵庫とあります。めちゃくちゃコンパクトな感じ。これで窓が開けば最高なんですけど、窓は開かないみたいです。こんな感じです。入り口のところにクローゼットがあって真っ暗で見えないけど、あと金庫もあります。一番に何か枕があって。すごい、こんな水が溜まっとる。このエアコンのところから水漏れです。びちゃびちゃ、もう嫌。水漏れにより変えてもらったお部屋です。インターネットもつながらず、水漏れがしたのでお部屋のチェンジをしてもらいました。今度は流しがついてて、冷蔵庫も大きいのがついてる。それとこちらが洗面台で、トイレとシャワー室で、お部屋の方がベッドで、こちらがテレビがあります。ここは窓がついてるけど、まあ景色はあんまりよろしくないです。今夜中の12時過ぎ。めっちゃ疲れた。部屋がねおかしかったらちゃんときちんとフロントに行ってお部屋のチェンジをしてもらいましょうね。では今から休みます。ホテルの屋上です。プールバーがあります。しかも朝早いのでバーが閉まっています。こっちにプール、プールは細長い感じ、細長い感じのプールです。屋上から見る景色がこんな感じです。そこにシャオプライヤー側が見えてる。
ットマン公園駅の交差点を渡ります。